鳥役刀神社は、大阪二括市征服寺町にある神社。式内社で、旧社格は孫社。俗に、住吉さんと呼ばれるため、特選神明朝において祭人は、住吉神とされている。しかし、節用軍団では、諏訪神とするほか、悪と姫とする説、旧度神とする説などもある。創建は明らかではなく、諸説が論じられている。神明朝交渉では、 新先生四六にある、月連城にある、建造天皇に足切ぬぎぬを剣じた、悪ふとしとの関係を論じている。また月連が、つとむりおみの光栄と記すことに関して、つとむりおみは、古時記に、任徳天皇皇后に解雇を剣じたと見える、塗りのみと同じとし、養蚕の技術を持つ、都来系の悪ふとしが、当地に住みうじ神として祀ったと推測している。また、 新先生四録には、摂津国に、神にはや日の地公営の、あと連城の記載があり、社名はそれによるという説もある。なお、境内北方を流れる、芥川の名は、当社の社名にちなむと言われ、芥川の天下により、芥川となったとされる。平安時代中期の延長5年に編纂された、演技式神明朝には、摂津久島上郡や九刀神社と記載され、 式内社に列している。その後の歴史は不明であるが、永六年間に、三好氏松永氏の陛下により消失したが、文政11年に本殿が再建された。江戸時代には、住吉大明神と称していた。明治5年の神社聖地の際、近隣の諏訪神社、大将軍社などが経代社として移転された。また、近代社格制度では尊社に列した。 境内に立つ新木の無垢の木は樹高21.5メートル、幹周3.245メートルで1990年に死の保護樹木に指定されている。いずれも境内者、ありがとうございます。